メナシクルとは、静な伊東の太平洋沿岸地域などに居住するアイヌ民族集団の名称。シャクシャインの戦いでシャクシャインが率いていた集団がメナシクルとされるが、その指す示す範囲については、諸説ある。シャクシャイン時代のメナシクルの居住域、メナシの原義は、東、または南から吹く強風や、四季を呼ぶ風などで、 太平洋沿岸地域のアイヌが河川を境として、東風の吹いてくる方角を、メナシ、その対岸を、スムと呼んだことから転じて、メナシは、東を意味するようになった。イシカリや、ソウヤといった地名と違い、川より東を、メナシ、西をスムと呼ぶのは、同等で広く見られることで、メナシは、本来的には広範囲を指す地名ではなかった。アイヌが、 メナシという地域名を用いるようになったのは、和人による地域区分を逆輸入したためではないかとする説もある。メナシクルの範囲について、津軽一等氏は以下のように記す。シフチャリより奥敵まかりむか、有効書の里市、一、モネツ、一、ホロ、イつみ、一、トカチ、一、知らぬか、一、薬、一あ、消し。右ところどころ、 敵とも目なくしくるのうちにて、命名巨書を構え、頭文にまかりむか声優のよし、この敵の文釈社員と、ひと味し、裏裏へ着戦の商人ともお殺し猿ルコよしに、小座公、津軽一等氏この記述から、釈社員の時代には、日高の静内から釧路、厚岸に至るまでの広大な一帯が、目なしくるの範囲であったと考えられている。この、 メナシクルが一人の総合詰めによって収められる政治的集合体であったとする説もあるが近年では釈社員の勢力はより限定されたものであったとする説もあり大井春夫は実際の釈社員の勢力権は静内側、門別川流域一帯に限られていたと想定するまた釈社員の戦いから約100年後江戸通詞の上原熊次郎もメナシクルの分布について 記述している。さてまた、当初より、ポロ泉ペンまでの絵像をまとめて、メナシウンくるという。のり東のものということ。ニーガプより、白井ペンまでの絵像を、シュムンくるという。のり西のものということ。ビロより、小諸両辺までの絵像を、シメナシウンくるという。のり奥東のものということ。上原熊次郎、絵像知名校並びり定期子の記述によると、 シャクシャイン時代のメナシクルは、日高南部に居住する集団と、チネ根室一帯に居住する集団に分かれており、前者をナナシュンクル、後者をシメナシュンクルと呼んでいたという。ここで言う、シメナシュンクルの領域は、和人が言うところの同等と、ほぼ一致する。アイヌの墓標を調査した、河野博道によると、当時静内伊藤の日高南部から釧路。 アバシリにかけての一帯に目なし来る型の母表が分布していた。男性の母表はほとんどが Y 字型のまたぎであるが、女性の母表は地域によって二分される。十勝では上の方にくびれのある太い木となっており旭川のものに近い形状であるのに対し、日高や釧路、アバシリでは定時型の木であり、内浦湾沿岸や石狩湾周辺のものに近い形状である。 また、考古学的には、メナシクルの領域にのみ、砦としての性格を持つ茶師が発見されている。これは、メナシクルが、日高山無役異性より遅れて、アイヌ文化を受容した集団を母体としており、後に、アイヌ化する過程で交易をめぐって抗争が起こった、ためとする説がある。借イン時代の北海道資料上に初めて、メナシという単語が登場するのは17世紀初頭の、 ことで、1618年のアンジェリスの報告には、以下のようにある。毎年東部の方にある、目なしの国からマサケへ百0層の船が、乾燥した鮭とエスパーニアのアレンカにあたるニシンという、魚を積んできます。多量の天の川をも持ってきますが、彼らはそれをラッコ川と言い,い、我が、ヨーロッパの天に似ています。アンジェリス、第一へぞ報告また、シラの記録には1615年に、 東宮の西ケラ犬が正木にやってきたことが記録されているが、この東宮は目なしを予約したものではないかと見られている。森岡藩の雑書には1644年に目なしの犬が交易のため田辺に来たことが記録されている。漢文2年に刊行された深海日本国大映図では、映像の千島の地名として目なし風呂が記載されており、目なしクルのこととされる。 1654年頃の観光とされる日本国の図にも同様にメナシフロの記載が見える。16世紀半ばからは西隣のハエクルとの勢力争いが激化し、1653年にはメナシクルの総おつめいが木隊員がハエクルの総おつめをにびしに撃たれるという事件が起こった。両者の争いは一時正さ藩の仲介によって収められたものの後に再燃し、 やがて、鬼菱が寡黙隊員の後を継いだ釈社員に撃たれるに至った。続いて釈社員は、正木藩打倒のため、正木まで進軍したが敗れ、釈社員は暴殺された。釈社員の戦い後、正木藩による目なし来るの統制はより一層進み、それまで、正木藩の力が及んでいなかった根室伊イの地域も影響下に入った。1789年には、 このような北海道東端、国知里島に居住するメナシクルが、国知里メナシの戦いを起こしたが、これもマサキ藩によって鎮圧された。松前の博による、聖徳五年マサキ島守る差し出しう書き付けでは、アイヌの集団の一つとして、メナシクルを挙げ、アイヌ語で、アズ州の意であるとしている。ありがとうございます。